大谷さんの話で水原一平さんが司法取引を受けるんですかね、近日中に起訴されると。逮捕はされないんですね、まあ、だからアメリカのメディアが一斉に報じてるんですよね。詐欺の被害者だと結論付けたと。連邦当局は大谷はギャンブルでの借金について全く知らされておらず、水谷氏は大谷の知らないうちに口座の一つから横領したと見ており、大谷はいかなる不正行為にも関与しておらず、賭博に関わりは一切なかったと結論付けたと。ここですかね。これはニューヨークタイムス。水谷が有罪で交渉中っていうところね。一平が大谷の銀行口座からお金を盗んだ窃盗での犯罪を認め、司法取引を行う方向で交渉中にあることが関係者の情報で明らかになったと報道と。やっぱ司法取引って出てくるんですよ。これ本当日本にはないあのやり方ですよね、司法取引はね。もうアメリカ特有というか。関係者との情報として、捜査当局は水原氏が大谷の銀行口座の、ここね、設定を変更して大谷が取引に関するアラートや情報を受けないようにすることができたという証拠をつかんでいると考えたと、考えていると伝えた。で、報じているというですね。要は大谷の口座で一番不審なのは、なんで大谷気づかなかったんだよって話じゃないですか。それが大谷のところに通知が来なかったというような設定を一平がしたんじゃないかってことですよね。できるんでしょうけど、それも気づかねえんだっていう感じですけどね。気づかないことには変わりはないじゃないですか。だってネットバンキングとかでもちょっと開けばわかるじゃないですか。あれ金減ってるなぐらいに。それも見ねえんだって感じが。当局は水原氏が大谷から当初告発された450万ドル、6億8000万円以上の金を盗んだ可能性がある。もっと言ってるって話ね。水原氏が連邦判事の前で犯罪を認めれば、大谷が2週間前に会見を開き、自らの口で語った何が起こったのか知らなかったという説明を裏付けることになるかもしれない。そして、司法取引。迅速に罪を認めればより寛大な判決を受ける可能性が高まるだろうとしている。ここもなかなか微妙な話なんですけど、いろいろあるんです。この話がいろいろ出てるんですけど、まだはっきりしないというか、ここです。あともう一つこれですかね。連邦当局は水原氏の大谷の資金を盗用した疑いに関する証拠を確保し、水原氏も資金盗用を認める方向だという報道によると、水原氏の代理人はマイケル・フリードマン氏が務める。フリードマン氏は元連邦検察官で定期的に知能犯の犯罪者を弁護している。要するにこのフリードマンさんっていう人は、この事件を追っかけてる立場が一平さんの代理人になってるっていうことなんですよ。で、まあ、いろんな疑問点があるのが、まずこのフリードマンさんの話からすると、代理人の話からすると、めちゃくちゃ高いらしいんですよ。このめちゃくちゃ高い人を、その日暮らしで金がないって言ってる一平さんがどうやって雇ったんだって話ですよね。これ国選弁護士はないですからね。相当な金払わないとつかないわけですよ。で、この代理人が司法取引を今交渉してるんですよ。IRS と、かと。なんかその警察に、で、交渉してて、一平の罪を軽くしてくれっていう話を、その代わりいろんな有益情報を与えるからっていう話をしてるんですよね。まあ、大谷も、ね、捜査を、取り調べを受けてるって言ってる話ですが、まあ、そこが一点ですね。僕は、こんなすごい有能な弁護士を、果たして今お金がない一平に誰がお金払ったんだっていうところ、まあ、謎だよな、と。大谷さん払ったって感じはいたしますけど、で、まだね、刑事告訴されてないんですよね、きっとこれはね。刑事告訴されたとは書かれてないので、これ、今、いろんなコメントを読むと、やっぱりそうだったのかとか、ひろゆきがなんか、いや、そんなの、ハッカーじゃないと無理だみたいな、やっぱりひろゆきは間違ってたみたいな感じで大騒ぎしてるんですけど、これ実は、まあ、これだけでは分からない部分がいっぱいあるってとこですよ。これの書いてない部分を読み解かなきゃいけないなっていうところですよね。な、要は書き換えたっていう話ですよね。捜査当局は水原氏が大谷の銀行の口座の設定を変更し、大谷が取引に関するアラートや確認を受け取らないようにすることができた証拠をつかんだと考えているって書いてあるんですが、そうやって一平が送金した
と思われるとかね、一平が送金したという話は出てないんですよ。だからまずそこが謎ですよね。そうやって一平が送金したっていうふうに出るんであれば、あ、そうやって送金したんだと。まあそれでもわかんないですけど、なんで気づかねえんだって話もあるし、銀行も気づかねえのかって話もありますしね。そしてそんな巨額の金を、じゃあ、まあ、大谷個人は気づかないにせよ、チーム大谷の会計士とかなんで気づかねえんだって話もあるし、まあいろんな謎があるんですよ。だから一平が送金したっていうところまでまだ出てないんですよね。あと僕前の文春で見たんですけど、いや実は大谷って会社結構持ってるんですよね。あの代理人のバレロさんっていうのがいるんですよ。まあ大谷が全面的に信頼してて、まあ一平も引っ張った人なんですけど、バレロさんと一緒にいくつか会社作ってるんですよ。大谷さんって株式会社二刀流っていうの一個あるのかな。でそれ節税対策で税金かかんない地区なんですよ。ロスとかじゃなくて別な地区で作ってるんですよね。だからそういう資産管理とかやってるのかな。なんか節税系の会社をやって、もう一個は最近作ったみたいで株式会社デコピンっていうのを持ってるんですよ。そっちは不動産やってるんですよ。不動産で資産運用をするんですよ。買ったのかな、なんか建てんのかな、すごいのを建てて、それを貸したりとかして資産運用するみたいな。二つとも大谷とバレロさんの共同名義で確かやってるのかな、会社として。実はその大谷は無頓着って言ってるんですけど、それもメディアがそういう風な形で言ってるから、大谷って野球のことしか知らないで、野球バカなのかなっていう風に思われがちですが、実業家的なこともやってるんですよね。そうやってね、まあ、わかんないですよ。それ丸投げなのかどうなのかわからないけど、野球以外の副業もやってるんですよ。そう考えるとますますね、気づかないってのはどうなのかねっていうね。そういう事業を拡大してる人間がですよ、チームとして拡大してるのか、大谷も関わって拡大してるのかあれだけど、なのに気づかないっていうのがなんか謎なんですよね。